朝鮮を訪れたアントニオ猪木議員がなぜ俺を利用しないのかと注文をつけました。正直言うとみんな器が小さいというか、なんで俺を利用しないのかなと、それが本音です。北朝鮮の建国70年式典に出席した猪木議員は、北朝鮮では外交を統括するリ・スヨン副委員長と会談し、日朝関係の今後や拉致問題などについて話し合ったということです。また北朝鮮が2020年の東京オリンピックに参加する意向を示したとして、スポーツでの交流を続けていく考えを示しました。